いやほらあれなんだよ、似てるとかさ似てないとかじゃないんで、ほら気持ちの問題みたいないやーね、ちょっと書いてみたんですけどね、ガキさん、難しい。いや絵描ける人羨ましいですね、本当に。もっとね、僕なりに書いたらあんな感じっす。さてじゃあ帰りますか。まあ大体あれっす、真田さんとコロちゃんとゆかりちゃんを49、48ぐらいまで上げましたね。色塗りとかね、できればいいな。色塗りとか楽しそうだよね。俺全然ダメなんだよね、パソコンで色塗りとか。書ける人ほんとすげえわ。お、あ、すいません、空いてたんで勝手に使ってました。ここに来ると珍しいな。部活の関係か。はい、活動報告先生に頼まれちゃって。そうか、大変だな。ゆかりちゃんもみつる様に対してね、だいぶトゲがなくなって、普通に接してますね。別に先輩よりかは全然大したことないですよ。ちょっと聞きたいんですけど。先輩って何のために戦ってるんですか？私の戦いは食材だ。昔も今も変わらない。私は何のためとか本当言うともうないです。父さんのこと分かっちゃったし。ただそれでも父さんの残したものをせめて私が消せればって。なんで戦うかなんて最初に考えなきゃですよね。なのに私今頃になって初めて真剣に考えた。仕方ないさ。けどみんな違いますよね、戦ってる理由。シャドウを倒して勝つってそれだけでいいんだとは思うんですけど。何がいいんだ。自分でもよくわかんないです。次の満月でいよいよ最後のシャドウだし、考えてるうちに終わっちゃいますよね。そうだな、次で全て終わるよ。そして普通の学園生活に戻れる。そろそろ生徒会の委員が来る頃だ。話なら後でも聞くね。あ、いいんです、すいません、お邪魔しました。いいね、この二人はね、お互いが完璧超人だからね。すごいよね、あの量すごいわ。最強ですわ。あ、ふうかちゃんチース。やべ、超かわいい。いや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 、あえてみつる様まだかな。みつる様11月に入ってからか。ちょっとあれっすね、大だらじゃない、青ひげさんのとこ行きます。青ひげってやっぱあれかな、赤ひげ薬局のあれから撮ってんだろうね。赤ひげ薬局。どど今日はゆかりちゃんですね。ゆかりんですよ。日曜日、そっか、デートがなくなっちゃったから日曜どうしよっか。あ、そっか、あと占いとね。んでアクセサリーのとこ行って新商品入荷したかだけちょっと確かめますか。
れ増えないね。これはね、なんか拾いまくるんだよね。パトラジア、これも拾いまくるんだよね。この辺も買う必要ねえんじゃねえかってぐらい。強くね、これ。これはまああれだな、もうコミュじゃねえや、あのクエスト終わったんで。あ、そういえば兜をあげたらザベスさんに褒められたよ。これはあなたの方が似合いそうですので、なんかもらうわけにはいきませんみたいなこと言われて、グヘヘ。セクシーランスいいか、2本になっとる。デッキブラシか、そっか、デッキブラシなんだよな。あれ、これ、あ、これも2個あったな、そういえば。カイザーナックル。クニオくんだと最強なんだよな。これ拾ったんだけど、ゴレンメデューサとか、どうなんだろう。かっこいいんだが。あー、あれか。タタタタって打つやつか、指から。手ブラベはもう打っときましょう。 SP20。 これは打っとこう、この辺はいいだろう、もう。これも打っとこう。これいいよな、暴走の証。ハイパーカウンターだよね、高確率ってことは。やるじゃない、相馬。よし、こんなもんすかね。アクセサリー屋さんちょっと覗くか。あれ、俺恋愛のペルソナ持ってた、なんかでもいたような気がする。なんだっけ、ちゃうねん。あ、ちょっと見てみる。あ、これ強えじゃねえか、やっぱ。食べ、でも俺は片手剣派なんだよね。これは貫くよ、マジで。これちょっと使ったけど強かったわ。威力半端なかった。あ、私服ラジコン下駄。私服は本当に私服だった。これみんなの私服あるのか、いいなぁ。入荷はないっすね。さあ、俺ペルソナ見ようと思ってたんだ。みんな、そういえばペルソナ9は楽しんでいるみたいですね。羨ましいですね。 3DS っつうのもね、俺はね、あ、ねえわ、取り行こう。さて、ピクシーあたりを下ろそう。 3DS ね、なんかあんま接点がなかったんだよね。ポケモンもやんない、ね、やりたいのはあるんだよね。もうポケモンやりたいし、まあ、ラブプラスというのが当時かなり惹かれていたんですけどね。なんですかね、あと。ポケモン ラブプラ、あー、ゼルダだな。トライフォース2とか半端ねえよな、あれな。あとリメイク版の時岡もやりたいし、 3DS ってなんだろうな、と。なんか、あれだよ、メガテン4があれで出ているじゃありませんか。あとなんだろうな、3DS か、あまりにも接点がなさすぎて。あ、俺がこの間やったリベレーションズもそういえば 3DS って最初に出たんだよね。あ、もろかったっすね。ピクシーですら1万というすごい世界だぜ。
ケー。お金は極力ケチっていくスタイル。10月か、次のシャドウラスですか。大型シャドウ、ゆかりちゃん、結構そういえば、まあ、ペルソナのスレッドとかたまに見るんですけど、結構俺と同じ意見の人が、ペルソナ3ゴールデンを出してくれっていうまあ俺はシルバーって言ってたんだけど、ゴールデンとシルバーってなんかポケモンみたいな、ポケモンそういえば今度新しいの出るんだっけ、 E3 かなんかで言ってた気がする。ルビサファのなんか 3DS 版出るんでしょ、それはちょっとやりたいかな。あとなんだろうな、E3 他のやつね、刺さったのがね、もうメタルギア以外ないからな。メタルギア早くやりたいね。おそらく年内だといいんだけど。年で OK、 これは確か上がるはず。そしてこの反応、屋上か。ちえちゃんの時思い出すな、やっぱ。いやいや、当然のことですよ。これっぽいっすね。おお、かっこいいな。あ、ありがとう。俺もそう思ったわ。これで6か。ほわーん。マジか、気がした。おう、ミチル様のコミュが立つまでは、そうだな、星とかじっちゃんばっちゃんあたりを送らせるしかないかな。OK。星があんまりやってないんだよ。2回ぐらいだっけ、まだ。お帰りなさいです。ただいまさん。 OK。 ゆかりちゃんね、牙城は高そうだね。この丸の散歩毎日行ければいいのになと。なるほど。戦う理由、えい。映画版とシンクロしたな、今のとこ。よし、行こうか。ペルソナすごいな、今年。映画やって、でアニメやって、でゲーム超いっぱい出て5が出ちゃうっていう。5でも年内どうなんだろうね、年内出んのかな。出るとまあ嬉しいですけどね。5、あとあれ、まあ、9出たし、あれ出るじゃん、あの P4U2 がゆかりちゃん使いますよ。
多分ちらほらちらほら動画を上げるんじゃなかろうかと。ドクターエドがやっぱあの人なんだろうな。うん、音ゲー出んだよね。音ゲーなんかなんだろう、あれミク的なあれなの、ディーバ的なあれなのかな。あれってなんだっけな、名前出てこないんだけど、リセちゃんの後輩出るよね確か。カナミンだ、カナミン。うん、んザベス、フーカちゃんだ。キャンセルしてもらっていいでしょ。おっ、ふぅ、かわいい。うん、日曜日ですね。さて、本来ならここでゆかりちゃんデートなんですけど、うん、やべ、ブランド物のバッグか。うん、はい。これって誰が喜ぶんだろう。ゆかりちゃんとか喜んでくれんのかな。みつる様とか。テテレテテ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 テ。噂をすれば。うん。うん。なるほど、ヒデオか。うっす。ゆかりちゃん、確かに、この服装は、モデルですわ。モデルだよね。慣れちゃいますわな。最初ビビったけどね。うん。てか、なんかさ、P4U ってさ、3のキャラの衣装がなんかすごいんだよね。いい意味でですよ。いい意味ですごいんだよ。なんて言えばいいのかな、うん、なんか迫力っていうか、なんかどぎもを抜くっていうか、なんかなんかすごいんだよとにかく。うん、みつる様とかマジでもう女帝だよ、処刑女王だよマジで。さてと、今日はじゃああれっすね、ゆかりちゃんのおみくじでもやりますか。うん、本当は今日そうなんだよね、ゆかりちゃんとデートだったんで、おみくじいっときますか。ん、あ、すみません、ちょっと一旦。なるほどなるほど、とりあえずこれいっとけばゆかりちゃん次で上がるっぽいっすね。うん、っていうかすごいね、これ無印だと時間経過ないんだってね。へえ、マジかーって感じなんだけど。はい、千円札、あー、そっか。こういうのもあるんだよな確か。お帰りなさいです。ウェイ、うっす、ワンワン、かわいい、かっけえ。今日はお散歩ができますね、行こうか。うん、かわいい。お、早瀬くん、うん、いいね。
今日は、うん、やべ、もう4時か。やべえな、全然眠くねえぞ。ついやっちゃうんだ。うん、今日は皇帝だな。あ、ゆかりチャンス、ゆかりチャンス。とりあえずわからんにしとこう。早速来たね。うん、今日はね、小野寺さんなんだよな。リバースになってないかな。どうなんだろう、リバースになる米とか。お、はは、うん、マジでそうなんだ。旦那、どんらしいっす。へ、そうなんだ。うん、勉強になります本当に。うん、ゆかりちゃんがどうしよっかな。うん、ちょっと待ってください、一旦切ります。ですね、ちょっと調べたんですけど、小田切さんなんかリバースになんないっぽいっすね。寛大な心や、うん、あのね、男でなるのはね、友近くんとベベと平賀先輩と宮本くんか、この4人っぽいっすね。あ、小田切さんなんないんだ、うん、ちょっと今見たら4ヶ月放置してても全然大丈夫みたいな。あ、ほうなん。で、先にゆかりちゃん進めましょう。じゃああれだね、キングとかそういう扱いになるのかな。うん、学校内だけど。学校内だとみんななんのかと思ってた。うん、ゆかりさんは私と一緒に帰りたいらしいです。かわいい。かっつ、うん、おお、ゆかりちゃんともここ来るんだ。デートじゃん。うん、うわー、ゆかりちゃん超積極的。まさに理想の彼女。いいね。うん、超かわいい。マジで嬉しすぎる。うん、さすがにそこは、うん、よく考えたら俺ゆかりちゃんもコミマックスにしたことないんだよな。うん、言うてまだ2回目なんだけど、うん、よく2回目でハードでやろうって思っちゃった。ボスに殺されまくりだしね。てか普通のザコにも殺されたりするし。うん、いや、上手い人とかほんとね、上手い人のプレイとかちょっと見たんですけどね、なんかいろいろ使うね。うん、
いろいろなんかその場その場で適したそのなんだアギとかじゃない、なんかデクンダとかなんかそういうのを、ね、使い分けて、その攻撃魔法とかだけじゃなくてその作戦とかもねなんかうまいんだよね、駆け引きっつうか。なるほどなるほどと、うん、基本的にゴリ押しだからね俺ね、うん、いやいや羨ましいね、まっすぐしか見れねえんだよな俺な、うん、より深まった。はい、いいねゆかりちゃん。あ、おかえり。おう、一緒に帰ってきた一緒に帰ってきたのに、あ、あれだ、あの寮の前、ちょっと前に来るまでにあの二人で一緒にっていうのをね、うん、ちょっとあれなんでっつって先に私帰るから的なあれだな、うん、うん、いいじゃないかっていうあれにしとこう、うん、そういう手で行くとちょっとおってなるね。夜か。さてと今日はどうしましょうか。週2ぐらいにしようかなと、タルタロスは。ほんでなんかレベル1個か2個ぐらい、なんかもうバテるまで行くのはちょっとやめることにします。うん。ちゅうわけでじゃあ行きますか。うん。一応様子聞いてみようか。うん。知らないうちに絶好調になってたりするからね、うん、48か、うん、OK。 テレッテと天田くんと誰だ、うん、まあいいや、48の人をあげよう。49か50ぐらいになるぐらい、まあ、とりあえずコミュじゃねえや、クエストの期限のやつもあるやつは大丈夫なのかな。うん、あれちょっと待って、もう一回見して。みつるさんはが50、テレッテ、あ、真田さんが48なのか。あ、そういえば、うん、164回。ああ、なるほど、こういう反応か。いやいや、大丈夫です。ほんじゃあ、一旦切ります。